はい、ということでこっちの剣道でございます。菅生健斗の土木を知るシリーズの第2弾ということでございまして、まあ本日どこに来てるかと申しますと、僕の名字おい菅生菅生と、はい、ということで森建設さんのね研修を受けさせていただくということなんですけど、まあ第2弾ということで、前回のねそう第1弾が結構うちの家族にも好評で、兄ちゃんとかもさ、なんかすごいの始めたねとか言ってくれたので、ちょっとこの第2弾もね驚かせれるように頑張ろうと思います。でもうね前回に引き続き水野さんがこの辺で待ってると、現場で待ってるっていうことなんですけど、いらっしゃるかな、あれ水野さんっぽい、あ水野さんだよろしくお願いします。ちなみにその森建設さんとその東急さんとはどういう関係性っていうか、当社の鉄道工事をメインに協力いただいている会社さんで、当社の新入社員の研修の講師なんかもしていただいている会社です。ここでやってたりするんですか。場所はここではないんですけど、はい、あ講師の方が、はい、なるほど、そうですね、じゃあその、まあ、この会社に入らないと受けれないリアルな研修をちょっと受けさせていただけるということで、はい、頑張ってください、はい、頑張ります、よろしくお願いします映るかな、おお、こんにちは。で、この機械の目的はというと、土、山を削ります、掘ります。掘削系。掘削。一つが掘削。はい。で、掘った土をトラックやダンプに積み込む、積み込み。積み込み。それから、整地。整地。運搬。4つの役目を果たすことができます。はい、おーじゃじゃーん、ということでこちらが油圧ショベルでございます。ブルーがかっこよすぎる。初めてね間近で見てんけど、もうバカでかくて、しかももう超パワフルなのけれども、すごく繊細な作業ができるというそんな重機でございます。そしてこちらが掘削作業でございます。掘る作業でございますね。一回ですごい量掘るし、もうすごいパワーがあるので、地面どんどん削っていける。続いてこちら整地作業でございます。こちらはね早送りで行かせていただきます。これねお話によりますと、掘削とかのそういうパワー作業よりもすごく丁寧で、めちゃくちゃ練習と技術力がねいるらしくて、もう見てもらったら分かる通りね、この優しいおじいちゃんの背中をかくようなこのアームの手さばき、この優しさがめちゃくちゃ難しいらしいですね。はい、ということでやっぱ大ベテランの村上さんのね操縦技術がね、もう僕みたいな素人目で見てもめちゃくちゃすごかったです。説明しよう。ここで今回お世話になった森建設さんを紹介します。森建設さんは東京都世田谷区に本社がある建設会社さんです。昭和38年1963年創業の歴史のある会社なんです。創業以来磨き続けてきた鉄道工事を強みに、観光庁などの土木工事も請け負っていて、東急建設さんの協力会社として数多くの土木工事実績があるんです。今はコロナ禍で制限もありますが、スタッフ同士のコミュニケーションも盛んな会社です。僕も行かせていただいた時に、あ、ケントさん、よかったら私の靴下使います？みたいな感じでね、汚れるからっていう心配をしてくださって、靴下を貸していただける、そんな家族のようなね、関わりが多くありました。そんな森建設の社長、永瀬さんにスタッフに求めること、土木の魅力についてお話を伺いました。それではどうぞ。ということでゲストに来ていただいております、森建設の社長の永瀬さんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。まあ、単刀直入にといいますか、うん、この森建設ってどういう会社ですかね。まあ鉄道工事を主に、鉄道工事を主にやっている会社ですね。なるほど。そもそも永瀬社長がこの土木に携わったきっかけとかってあるんですか。まあ学生の頃は土木科の学校に行ったっていうのもあるんですけど、やっぱりなんていうんですかね、事務系の仕事と違って、事務系だとずっと机に座っててっていうイメージがあるじゃないですか、うん、はい、そういうのがやっぱり、まあ、性に合わないかなっていうところが一番ですかねなるほど、ええ、でも結構もう昔から興味があった。いや特には興味はなかったんですけど、どれをやるって時に、まあ、そっちがいいかなっていうところで選んだのが最初のきっかけですよね。
まあ、今回新人2人の方と僕もお話しさせていただいたんですけど、この森建設、まあ、特有のといいますか、森建設ので働いてる人たちのなんか特徴とかってありますか？ここ似てる部分あるなみたいな部分って。似てる部分、まあ人それぞれですから、はい、やっぱり全体的に言えるのは、まあ、明るくて活発な人っていうのが、うん、どうしても暗くて閉じこもりっぱなしみたいな人と違うとはやっぱり違いますよね。そうですね。なんか今日まあ、森建設のいろんな方とお会いして、みんなやっぱめちゃくちゃ笑顔なイメージがあって、まあそうですね、なんかアットホームというか、それこそ村上さんもですけど、なんかどっか家族のような、初対面なのにもかかわらずなんか家族っぽさがどっかあって、すごくあったかさは確かにありましたね。現場っていうのは結局仕事ができる人とかできない人とかいろんな人がいて、はい、みんなが協力し合って一つのものを作るっていうことなんで、うん、やっぱりそういうコミュニケーションっていうのがやっぱり一番重要かなと思いますよね、はい、なるほど、コミュニケーション能力、いや今日それこそ研修させていただいて、そのコミュニケーションでいうと、まあ、物を一つ渡すのだけでも結構まあ資材が重かったりするので怪我につながったりとかするんだなって結構実感して、やっぱ確かにコミュニケーション大事ですね。まあまあ、社長としてこの森建設にいるっていうことで、なんかこの社員の方に求めることといいますか、それこそ今後採用するときとかに、就活のときとかの、就活生とかに求めることみたいなってありますか？就活生というか最終面談のときによく話すことは、はい、うちの会社に入らない人でも、うん、社会人としてなったときに、うん、学生のときは先生から教えてもらいます、はい、で分からないとこは分からないで、テストの試験が悪かっただけで済みます、はい、仕事は分かんないと違うことをやっちゃうと仕事現場がうまくいきませんので、うん、分からないことを分からないと、はい、ちゃんと言ってくださいと。あ、なるほど、ちゃんと分からないままやっちゃうととんでもないことになるかもしれないし、はい、またミスしてもミス、それを早めに言ってくださいと、うん、なるほど、わからないことわからないとはっきり、はい、確かに僕もめちゃくちゃ苦手なことなんですけど、うん、やっぱ私も言いづらいっつか怒られるから、はい、やっぱ黙ってやろうとしたこともあります。いや、そうですね、怒られたくないですもんだって、うん、ただやっぱ仕事を覚えるとまず怒られないようにやっていくのが一番だと思うんで、うんうん、そうですね、うん、若い子は特にそうでしょうから、うん、まだまっさらな状態で入るわけですから、はい、それが一番かなと思って。そうですね。この社長がもう土木の魅力って何ですか？結局駅を作ったり橋を作ったり、はい、道路を作ったりっていうのは皆さんが使う設備なんですよね、はい、でそういうのを自分が携わってできたっていうのがすごい面白くて。なるほど、ね、で要は流行り廃りがなくて、やっぱり今で言うと高速道路なんかが老朽化して作り直すとか、うん、なくてはならない仕事なんで、はい、そういう意味では面白いし、うん、あとこの中でやっぱ人でも足りないということでいろんな工夫されて、技術的にも機械化もどん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 進んでいってるし、うん、私が入社した頃やってたことともやっぱりもうだいぶ変化もありますので、そういう変化を見てるだけでもやっぱり変わりますよ、ね、うん、土木ってどういう存在ですか？なくてはならないものですか？いいっすね、かっこいいっすね、それちょっと言いて手のひらでこう年に一度君とキスをする、くだらないくだらないくだらないゴールでも